ダット310,210、ダット3110型系、210型系は、日本の自動車メーカー、日産自動車が1955年、昭和30年から1959年、昭和34年まで生産した小型乗用車である。110.21例は、車体番号の共通部分などに使われる、いわゆる型式のそれであって、商品としてのものではない。 また、愛称、ペットネームも、まだ存在せず、商品名としては、ブランド名、ダットさんに車種をつなげただけのダットさん乗用車となる。それまで生産されていた戦後型の、ダットさん乗用車各車、DB6、DS6 は、基本的に、第二次世界大戦前の設計の延長上にある、車種に、新三菱重工業、中日本重工業、 後の三菱自動車工業や住江製作所、現、住江工業に外注した、木骨で叩たたき板金の車体を乗せた製品で、設計も、生産方法も、全時代的であった。これに対して百獣型は、日産自身の設計による、全面プレス化された車体を持ち、ダットサントラックと共通のはしご型フレームと前後、固定軸という保守的な車種構成は引き継がれたものの、 一気に近代化された設計となった。車体のスタイリングは、同社造形課長の佐藤翔造である。最初のモデルとなった百0型は1955年、昭和30年1月に登場し、偶然にも同じ月に登場した、トヨペットクラウン RS 型と共に、日本の自動車産業の将来性を革新させる、画期的な製品として高い値を受け、 小型タクシーの多くが急速に110型に代替されていった。この段階では、エンジンは戦前の原設計に基づく従来からの D10 型、水冷直列4気筒にベアリング、サイドバルブ排気量 860cc25 馬力のままであった。車体も日産自動車が自生したのは関東以北への出荷分だけで、他には依然中二本重厚性車体が乗せられ、 形式も A110 型と区別された。これは、雨どいがルーフを一周しており、俗に、鉢巻と呼ばれた。ステーションワゴンなどのバリエーションはなく、二ドアライト版は、V120 型としてダットさ商用車、120型系にラインナップされている。110型は、その後、フロントグリルの変更や、変速レバーのフロアから、コラムシフト化。 ダッシュボードにタクシーメーター用の開口部を設けるなどの改良を受け量産体制も整ったことから112型以降は車体も含め日産の一貫生産となり113型、114型、115型へと順調に発展する112型は1956年度に毎日工業デザイン賞を受賞しているがその受賞理由は 日本の貧乏を肯定した健康的なデザインというものであった。1957年昭和32年10月、110型系に改良を加え、新開発となるオフ 988cc34 馬力の C 型エンジンを搭載した210型ダット3洗浄用車が登場する。これは同年7月に登場したトヨペットコロナ ST10 系が、 サイドバルブ方式ながら 987cc のエンジンを持っており、小型タクシー料金の排気量上限も 1000cc までに拡大されたことを受けての改めであった。当初、日産ではダット産用新型 1000cc エンジンとして、ボア X ストロークとも 68.0mm のスクエアレイアウトのオフエンジン開発を進めたが、当時、日産に招聘されて、 技術指導を行っていた車出身のアメリカ人、エンジニア、ドナルド・ストーンはこれを却下し、代わりに、日産で、ライセンス生産されていた、オースチン A50 ケンブリッジの BM、BMCBCs エンジン、日産車内形式は1 h 型のストロークを縮めて、小排気量エンジンを測定するよう指導した。C 型エンジンは、この結果生まれたもので、日産車内では発案者にちなんで当時、 ストーンエンジンと呼ばれた。ボア X ストロークは73.0メートル MX59.0 ミ、mm、リメートルと当時の日本製エンジンとしては異例とも言える極端なショートストロークオーバースクエアの高回転型エンジンとなったが、ストーンは近年のアメリカ社でもこのくらいのオーバースクエア型エンジンが増えている。すでに実績のあるオースチンエンジンをベースに短期間低コストで開発でき、 リスクも少ない。製造ラインやパーツも共用でき、大いに有利として、不安、と新開発エンジンを却下された不満を抱く、日産技術陣を解き伏せた。ストーンの解いた通りに短期間、低コストで完成した C 型エンジンは、こうして210型ダット3に搭載された。低速域でやや薄くなったトルクは、フライホイール質量や、 トランスミッションとファイナルギアのギア比の適正化で補われた。当時としては高い30馬力超の出力と俊敏な回転上昇のおかげで弱点である燃費の悪さも市場からはさほど問題にされず結果的には成功であった。ただしこの強靭な足回りとパンチの効いたエンジン特性は髪風タクシーを大量に生む要因ともなった。1958年 昭和33年は特筆すべき年となる。まず1月には210型がトラックの220型と共にロサンゼルスオートショーに出品され、6月には日産の乗用車としては初となる対米輸出が始まり、以後の本格的な北米進出の端緒となる。もう一つのトピックは9月に開催されたオーストラリアモービルガストライアルへの挑戦である。 オーストラリア大陸一周1万 6000km を19日間で走破するこの過酷なラリーへのエントリーは当時宣伝課長であった片山豊の発案で決められチーム監督となった南馬安春の下、A クラスに出走した富士号、桜号の2台はそれぞれ完走しクラス優勝総合24位、クラス4位を獲得し大きな注目を浴びた 出走65台中間走37台という、このラリーでの好成績は、輸出にも追い風となった。当時の日本車とアメリカ車や欧州車の性能と品質には非常に大きな隔たりがあり、同時期に北米進出を果たしたトヨペットクラウン RS 型は、フリーウェイを走れば、オーバーヒートを起こし、操縦安定性も危険なレベルとの落印を押され、 輸出を一時見合わせる事態に追い込まれていた。一方ダットさんは、フリーウェイを走行中にエンジンフードのロックが外れ、風圧で開いて、ドライバーの視界を遮る事故を起こすなど、トヨペットのトイと並び、珍トイブリキのおもちゃと揶揄されながらも、オースチン譲りの開発で信頼性の高いエンジンと、本来日本でのアクロや、化石債を考慮した頑強なフレームや足回りが高を、そうし、 次第にアメリカに受け入れられていく。同年のマイナーチェンジでフロントグリルが後の初代ブルーバードを思わせるものに変更されリアウィンドウが拡大された211型となり翌1959年昭和34年7月のブルーバード発表とともに3を終了した。フロントサスペンションは最後まで固定軸のままであったが110、210型系は 小型タクシー用の営業車として、設計的にはより進んでいたトヨペットコロナや、日のる脳を販売成績で圧倒し、日産自動車の乗用車トップメーカーとしての地位、1960年代前半までを盤石なものとした。1959年に登場した、フェアレディの前身となる、FRP 製ボディのオープンカー、ダットサンスポーツ船、S211 型も、 この211型車種がベースである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。